はいどうも、こんにちは、こんばんは、しばです。今回はスマホを使って YouTube チャンネルを作成する方法を解説します。ちなみにコメント欄でも質問を受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またメール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので、説明欄の各情報もチェックしてみてください。YouTube チャンネルの作成方法を解説していく前に注意点を言っておきますが、YouTube はかなりの頻度でページの仕様が変化します。時期によっては解説している内容とは変化してやり方が変わっている場合もありますので、その点はあらかじめご了承ください。またこの動画ではスマホの YouTube アプリを使用してチャンネルを作成する方法を解説しますが、自分は iPhone を使用しているので iPhone の画面で解説していきます。 Android の場合でも同じ方法でできるかもしれないですが、画面の一部の仕様が違う可能性があるので注意してください。また YouTube アプリのインストール方法は解説しないので、自分で YouTube アプリを準備してからこの先の解説を確認するようにしましょう。まずは YouTube アカウントの作成方法から解説していきます。 YouTube アプリを開いたら画面右上にあるアイコンマークをタップしてください。次にログインをタップしましょう。自分はすでにチャンネルを作成しているので、アカウントを選択する画面が表示されますが、もしも似たような画面が表示されるのであればアカウントを追加をタップしてください。するとサインインするために許可を求める画面が表示されるので、続けるをタップしましょう。次にログイン画面が表示されますが、すでに YouTube アカウントやチャンネルを作成しているのであればメールアドレスや電話番号を入力し、画面の指示に従いながらログインしてください。まだ YouTube アカウントを作成していない人のために作成方法を解説していきますが、アカウントを作成をタップして自分用をタップしましょう。次に姓と名を入力しますが、姓に関しては省略が可能です。またニックネームでも大丈夫なので、好きな名前を入力したら次へをタップしてください。次に生年月日と性別を入力する画面が表示されるので、実際に入力できたら次へをタップしてください。次に勝手に作成された Gmail アドレスを選択するか、独自のアドレスを作成する必要があります。このメールアドレスは YouTube にログインするときに必要になるので、自分で Gmail アドレスを作成にチェックを入れて覚えやすいメールアドレスを作成するのがおすすめです。実際に入力できたら次へをタップしてください。次にパスワードを作成する画面が表示されるので、好きなパスワードを入力して次へをタップしてください。次に電話番号を追加できる画面が表示されますが、これは必ず必要な設定ではありません。内容を確認して必要だと思うのであれば電話番号を追加してほしいのですが、後から設定することもできるので、今回はスキップをタップして解説していきます。次にアカウント情報の確認ということで、設定したアカウント名とメールアドレスが表示されます。ちなみに YouTube にログインするときはメールアドレスを使用しますが、メールアドレスを覚えるのが難しい人は忘れないようにこの時点でメモしておいてください。確認できたら次へをタップしましょう。次にプライバシーポリシーと利用規約が表示されるので、内容を確認できたら同意するをタップしてください。すると作成したアカウントにログインした状態で YouTube の画面が表示されます。この YouTube アカウントを作成した状態では動画の再生や評価、チャンネル登録ができるようになっています。しかしこの後に解説する YouTube チャンネルを作成しないと、コメントや動画投稿、再生リストの作成などの機能を使用できないので、より利用できる機能を増やしたいのであれば YouTube チャンネルを作成するようにしてください。また YouTube チャンネルを作成した後は初期設定を行う必要がありますが、 Gmail アドレスを使用して設定に必要なメールを受信する必要があります。App Store や Google Play を確認すると Gmail のスマホアプリがあるので、それをインストールしてメール機能が使えるように設定しておいてください。次に YouTube チャンネルの作成方法を解説していきます。まずは画面右上にあるアイコン画像をタップし、チャンネルをタップしてください。するとチャンネルを作成できる画面が表示されます。まずは画像の項目にあるアイコン画像をタップすると、スマホに保存している画像をアイコン画像として設定できるので、好きなアイコン画像に変更してみてください。次に名前の項目には新しく作成するチャンネル名を入力しましょう。次にハンドルですが、これはチャンネル名とは別に設定される固有の短いチャンネル識別値となっています。 Twitter でいうところのユーザー名みたいなものですね。チャンネルに関連するようなハンドルを考えて入力してみてください。ここまで設定できたらチャンネルを作成をタップしましょう。すると YouTube アカウントから YouTube チャンネルに切り替わります。ちなみに YouTube チャンネルまで作成した今の段階ではこのようなことができるようになっています。しかしこの後に解説するチャンネル作成後の初期設定を行わないと、15分を超える動画のアップロードやカスタムサムネイルの追加、ライブ配信、動画の説明内の外部リンク、
収益化の申し込み資格などの動画投稿やライブ配信を行うときに必要な機能を利用できないので、この後解説する初期設定方法をしっかりと確認するようにしてください。次にチャンネル作成後の初期設定方法を解説しますが、 YouTube アプリの画面では初期設定が行えなくなっています。ただブラウザアプリを使用して YouTube を開けば初期設定を行えるので、今回は Chrome のアプリを使用して解説していきます。他のブラウザアプリでも同じやり方でできると思いますが、一部のやり方が違う可能性もありますので、 Chrome 以外を使用する人は注意してください。まずは Chrome のアプリを開いて YouTube PC 版と検索したら、検索上位にある YouTube のログインを長押ししてください。するとこのような画面が表示されるので、新しいタブで開くをタップしましょう。すると YouTube のログインページが新しいタブとして開かれるので、画面下の数字をタップし、 YouTube のログインページに切り替えてください。次に先ほど作成した YouTube アカウントのメールアドレスまたは電話番号を入力して次へをタップしてください。次にパスワードを入力する画面が表示されるので、入力できたら次へをタップしましょう。次にこのような画面が表示されますが、スタジオに移動をタップしてください。すると PC 版と同じ YouTube スタジオの画面が表示されます。初めて YouTube スタジオを開いた場合はようこそという画面が表示されるので、続行をタップして画面を閉じましょう。次に設定画面がすでに表示されているので、ここからは最低限必要な初期設定を行っていきます。ちなみにここからは PC でのやり方と同じになります。スマホの画面では見にくいので、PC での映像を使用して解説します。まずは全般の項目にある通貨を JPY 日本円に設定してください。次にチャンネルの項目をタップしたら、居住国を日本に設定してください。次に機能の利用資格のタブをタップしたら、中級者向け機能のプルダウンをタップし、電話番号を確認をタップしてください。すると電話による確認という画面が表示されますが、確認コードの受け取り方法を解くに電話番号を入力してコードを取得をタップしてください。今回は SMS で受け取る方法で解説していこうと思います。すると選択した受け取り方法で確認コードが送信されるので、その確認コードを確認して送信をタップしましょう。正しい確認コードを送信できればこのような画面が表示されます。あとは画面を閉じてもらって大丈夫です。ちなみに先ほどの設定画面に戻ると、中級者向け機能が有効になっていますが、ライブ配信に関してはこの時点では有効になっていないので注意が必要です。ライブ配信は電話による確認の後約24時間程度待たないとできなくなっているので覚えておきましょう。またスマホで配信を行う場合は登録者が50人以上いないと配信ができなくなっています。 PC で配信を行う場合は登録者0人でも配信が可能なので、こちらも覚えておいてください。次に設定の続きをやっていきますが、上級者向け機能のプルダウンをタップして、機能を利用するをタップしてください。すると上級者向け機能を利用する方法を選ぶ画面が表示されますが、全部で3つの方法があります。それぞれの説明を確認して好きな方法を選んでほしいのですが、今回は有効な身分証明書を使用するにチェックを入れて解説していこうと思います。選択できたら次へをタップしてください。次に確認プロセスを始めるためにスマホを使用する必要があります。メールか QR コードから確認を始められるので、好きな方で操作を行ってください。今回はメールを受け取るをタップして解説していきます。次にメールを送信したという画面が表示されるので、届いたメールの中にある確認を開始をタップしてください。するとどのブラウザアプリで開くのか表示されるので、好きな方法で開いてください。次に生年月日を確認する画面が表示されるので、問題ないのであれば次へをタップしてください。次にこのような画面が表示されますが、身分証明書を提出するときの注意点などが表示されるので、確認できたら次をタップしてください。次に身分証明書として使えるものの種類や注意点を確認できるので、確認できたら次をタップしてください。次にカメラへのアクセスを求められるので、許可をタップしてください。すると写真撮影ができるので、運転免許証やパスポートなどの身分証明書を撮影しましょう。撮影ができたら送信をタップしてください。すると身分証明書を確認中ですと表示されますが、ひとまず作業は以上になります。次に YouTube スタジオの画面に戻ったら完了をタップしてください。すると上級者向け機能が保留中に変化しますが、特に問題ないのであれば数日中に有効になるので、気長に待つようにしてください。あと必要最小限の初期設定としてはこれで以上です。他の項目も確認するといろいろな設定ができるので、気になる設定があるのであれば好きなように設定し、最後に保存をタップして画面を閉じましょう。
ちなみにこの画面は YouTube スタジオの画面左下にある歯車マークをタップすることで再表示できるので覚えておいてください。次に YouTube チャンネルを複数作成したい人もいると思うので、そのやり方を解説していこうと思います。まずは画面右上のアイコン画像をタップして、アカウントを切り替えるをタップし、アカウントを追加をタップしてください。するとログイン画面が表示されるので、今まで解説してきたことを参考にアカウントを作成のボタンから2つ目の YouTube チャンネルを作成していってください。ちなみにスマホではなく PC から作成した方が今あるチャンネルのサブチャンネルとして追加できるので、新しくメールアドレスを作成する必要がなく、簡単に複数のチャンネルを作成可能です。PC での YouTube チャンネルの作成方法を解説した動画を説明欄に記載しておくので、気になる人はやり方を確認してみてください。はい、これで今回の動画を終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで YouTube に関する情報や録画や配信に使用する機材やソフトの情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。